北条さん、テーマの発表をお願いいたします。はい、ちょっとお二人から検体。死後自分の遺体を医学の発展のために解剖用遺体として提供する検体について、ここ数年登録が増えていることで注目を集めてきましたが、無料で葬儀ができる、大学の納骨堂に無料で入れるなどと本来の趣旨と外れた理由で検体登録をするケースも増加していることで現在問題視されています。そうなんですよ、検体ってなかなか普段は耳にしない言葉で、なんか最近あの就活終わる活動ブームとか言って、こう遺言を早めに書いておこうとか、そういうブームがあるのはあるんですけれども、ちょっと検体に登録する人が増えてるっていうことなんですね。そうなんですね。はい、あの理由はちょっと今から解説したいんですけれども、はい、グラフの最初昭和44年、そうですね、まあ、70年代初頭は全然足りなかったんですよ、はい、うん、であのお医者さんになりたい学生たちがこう解剖する実習に使うご遺体が足りなかったんですけれども、はい、あの私先日実はあのそういう啓蒙活動をしている団体にちょっとお話を聞きに行ってきまして、検体を進めている、よかったらしてくださいっていうふうに進めている団体が大学病院ごとにあって、あ、そうですか、で某大学病院に行ってきたんですけれども、そういうの聞くと僕はやっぱり、はい、あの大江健三郎さんの死者のおごりを思い出しますね、はい、そうですね、共同体が何に、ね、担保されてるかっていう、うん、ちょっとタブーがあるんですよね、意識として。増やしていこう、でもなんとかお願いしますっていう団体が各大学にできて、こうだんだん増えてきてですね、認知度が上がってるから増えてるんですか、 そうですね、それとも別の理由もあるんですか。多分おそらくなんですけれども、その団体がロビングをして、うんうん、あの80年代に法律ができるんですね、検体法っていう法律ができて、今ただグラフをご覧になると急増してますよね、はい、すごいですね、特に80年代後半、うん、平成になってからがもうガッと増えてるんですね。すごい上がり。そうなんです。で今あの実習に使われる、うんうん、あのご遺体の9割ぐらいが検体って言われてる。あ、そうですか。であの私も説明会というか随時その〇〇会っていうのが説明を受け付けてて、聞きたいって言ったらすぐ資料をくれるんですけど、あのいろいろ聞いた中で他にも聞いてる人がいたんですけど、まあ、例えばある50代の女性はですね、あのまあ、自分はずっと独身だったと、で今後まあ子供もいなくなる、いないし両親ももう高齢だしっていうので、大体50代ぐらいになるとその自分の終わりを考えるようになったり、まあ、してその時に何か社会貢献ちょっとでもしたいなとかですね、あと最近あの特に2000年代に入ってからあのお葬式は簡単にすべきだっていう新書が売れたり、うんうん、あの これまでのみんなで家族でわーっと盛り上がるお葬式ではなくて、うんうん、シンプルにしましょうとか、うん、あの樹木葬とかですね、うんうん、そういうお墓じゃなくて、うん、あの自然に返そうとかっていう動きもあって、その一つとして、まあ、検体っていう選択肢を考える人も増えてる、うん、なるほど。ただまあ誤解もあって、私も説明会に行くまではあのこういう検体に自分の、まあ、体を捧げたい人っていうのは、はい、身寄りが全くない人だと思ってたんですよね、はい、まあ、なんか一般的にはやっぱりそのご家族がいて、まあ、ご家族に弔ってもらって、まあ、お墓に入って そんなに、まあ、無理に傷つけないでほしいなとか、そういうのがあるのかな、そうなんですね、そういうのからない方々かなっていう、そうなんですと思っていたんですけれども、あのこの検体、まあ、大学によってちょっとシステム違うんですけれど、はい、あの検体をするにあたっては、うん、家族の同意がしっかりした同意が必要なんですよ、うん、だから意外にこう一人じゃ何もできないというか、かえって検体に自分を使ってくださいというような登録する際には意外とこう家族の絆みたいなものを再認識させられるっていうのが驚きでしたし、まだおそらく知らない方も多いんじゃないかな。であの今まあ家族って言っても独身者が増えていて、あの親しかもう身寄りがないとかっていう方も増えてますし、はい、なるべく近い方にあのハンコをしてもらわないといけないんですね、うん、であのそのお葬式はしないといけないんですよ、うん、自分たちでお葬式は大学がやってくれるって思ってる方もいるんですけど、そこはお葬式は自分たちでして、うん、その後で大学にこう私の話を聞いた大学では電話をかけてくださいって言うんです、ね、うん、でそれで大学の関係者が引き取りに来るっていう、でしかもその最後火葬は大学にしてもらえる時もあれば、うん、遺族に引き取りってこともあるっていう、もうバラバラなんですね個別ケース。ツイッター見てみますとね、治療室江川さん、検体ってこんなに増えてるのか驚きです、うん、
で、このスイッチさん、シュイッチさん、父が生前検体したいって言ってたけど、いざ亡くなるといろいろ謀殺されて検体できなかったなという話。事前に書面で残してくださいっていうふうにやっぱり関係者はおっしゃるんですね。そうじゃないと遺族は拒むことが多いので、そういうふうに進めてる。ちょっと今日は知らない世界を垣間見ましたね。ちょっと知らない世界を覗いてみるというか、そうですね、就活ブームって名付けないでいろいろ見てみるのもいいかなと、ありがとうございました。本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます。